メニ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 600。このコーナーはユピテルの提供でお送りします。ユピテルのドライブレコーダー丸見え Q32R、 360度カメラとリアカメラで車をぐるっと記録。エンジンオフで駐車監視記録を自動で開始、駐車中も安心です。ユピテル守ってる。このコーナーは鹿児島県の高校の英語教材としておなじみ、英作基本文例600、通称600選、こちらをリスペクトしてやまない我々が番組オリジナルの文例や日常会話ことわざなど、英語の先生の資格を持っている上友ちゃんが英語で、はい、そして私タコピーが鹿児島弁に訳してご紹介いたします。国際色豊かに、かつローカル色、ふるさとたっぷりに楽しんでいただくコーナーです。ラジオの前の皆さんも私たちと一緒に声に出して楽しんでください。来週の金曜日にですね、はい、ランボーの映画ランボー、はい、ジョン・ランボーがですね、はい、3部作デジタルでまた再放送、あ、再上映されるんですよ、はい、ここで培った英語でね、ランボー応援したいと思うんですよ、出てきますかね、600選ここで学んだこと。いや、これ今日の分類はランボーに出てくるんじゃないかな。あ、出てきますか、はい、ランボーの時代にこれはなかったけれども、はい、多分出てくるんじゃないかと思いますね。では今日の分類、このドライブレコーダーはとても役に立つでしょう。This dashboard camera will be of great use to you. This dashboard camera will be of great use to you. カゴマ弁で。コンドライブレコーダーな、まこて天柄もんじゃ。コンドライブレコーダーな、まこて天柄もんじゃ。よーし、解説しよう。はい。皆さん、車にドライブレコーダーつけてますか？ねえ、これ大事ですよ。大事ですよ、ね。ランボーの時代にはなかったわけですからね、ドライブレコーダーはね。ランボーつけてますかね？ランボーつけてなかったと思います、その頃はね。今からでも間に合いますから。うん、はい、スタローン、はい。聞いてたらね、スタローン。今からつけられるから。ただ、はい、ランボー、うん。皆さん、そのドライブレコーダーという名前、うん、海外じゃ通用しません。え？え？ドライブレコーダー？はい。すっごい分かりやすい英語ですけれどもね、和製英語なんです。あ、そうなの。そうなんですよ。なので海外に行った時にドライブレコーダーのことを、例えばちょっとこうそれっぽくドライブレコーダーとか、ドライビングレコーダーとか言っても通じない可能性があります。ほー、え、なんて言うんですか。正しくはダッシュボードカメラ。あ、ダッシュボードの上に乗ってるカメラですね、はい、あ、分かりやすい。ダッシュボードカメラで、うん、海外の方結構略して言うことが多いです。はい。ダッシュカム。ダッシュカム。そう、ダッシュボードカメラを、うん、を略してダッシュカム。あ、じゃあボードとメラを外すわけですね。そうですそうです。ええ、はい。あの、まあ、ドライブレコーダーのことをドラレコっていう方もいますよね。それと同じような感じで、はいはいはい、ダッシュボードカメラもダッシュカム。じゃあドラゴンクエストをドラクエっていうみたいなもんですね。そうですね。ですね。そんな感じです。はい。なるほど。ジョン・ランボーのことをランボーっていうようなもんですね、うん、そういうことにしときますかごめん、迷わせてごめんなさい、はい、で、次に行きますよ、うん、ダッシュボードカメラ will be of great use to you、 ここの部分なんですけれども、うん、今何かに気づきませんでした？使うという意味でよく使う use、うんうんうん、ですけれども will be of great use to youUse to you。 そう、名詞扱いになるので use じゃなくて use になるんです。はあ、すになるんだ。すになるんです。ほう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 。あの、動詞だと use っていいんですけど、うん、はい、名詞になると use という言い方に変わります。ほう。で、役に立つって useful という単語もあるんですけれども、うんうんうん、今回その use、 名詞の use を使った言い方もありまして、それがBe of use。 Be of use、はい、これで役に立つっていう意味になります。ほう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 。今回はドライブレコーダーがとても役に立つということで、うん、Be of use のところに Great
とても役に立つの great を入れてます、うんうんうん、be of great use、 そこにあなたにとって役に立つということを足したいので、うん、to を使って to you、 be of great use to you。 ではいきますよ。 This dashboard camera will be of great use to you。 This dashboard camera will be of great use to you。 結構なカタカナ英語でしたけど。ちょ待ってよ、三部作見るんだよ俺は、うん、もう一回いきましょうか、はい、じゃあタコさんいきますよ、うん、This dashboard camera will be of great use to you。 This dashboard camera will be of great use to you。 Very good。 はい、ありがとうございます、はい、ランボー大丈夫ですかね、これで。ランボーには出てこないセリフでしょうね。そうですね、40年前はないですからね。、はい、続きましてカゴンマ弁ですけれども、はい、コンドライブレコーダーなまこててんがらもんじゃの解説でございます、はい、まずですね、直訳ですとコンドライブレコーダーなまこて焼きタッド、うん、役に立つで焼きタッドなんですけれども、焼きタッド、うん、これはちょっとね擬人化いたしまして、おしゃれにてんがらもんという言葉を使わせていただきました。てんがらもんというのは利口もの、利口な人をてんがらもんって言うんですね。てんがらもん、今回は孫でてんがらもんじゃがって昔おばあちゃんとかが孫の子とかに言うんですよ、うん、立派なことをしたりしたら、まあ、例えば100円拾って警察に届けましたとかだったら、なあ100円届けたのね、うんや孫で今回はてんがらもんじゃ、てんがらもんじゃ、そう、まあ、もう褒め言葉です。もう本当に頭がいいのの最上級ぐらい、鹿児島で言うとてんがらもんというのは手柄を立てたもの、手柄を立てたものがこう変わっていて、手柄もの手柄もの手柄もの手柄もんってなったわけですね。おー、はい、です。だからもう頭がいい人のことは手柄もんっていう、賢いっていう意味でも使えるんですね。そうです、うん、だからもうつけなくても手柄で使うこともあるんですね。にゃまこて手柄やったか、あの手柄を立てた、はい、あいいことしたっていう、にゃまこて手柄やったかっていう言い方、手柄やったや、うん、でまあ手柄もんのもんですけれども、鹿児島弁はね、何々するもので門をつけますね。もう天柄門以外でも、こう木が大きい人のことを、はい、ボッケモンとか、ボッケモン言いますもんね。すみません、他が出てこなかったです。すみません、言ったはいいけど他が出てこなかった。あ、でも、はい、あ、横着門、うん、お茶門、お茶門、横着をする人、お茶門、へえ、はい、あと猫型ロボットはドラえもん、ドラえもん。僕ドラえもん、まるまるごあんさごあんさっていう猫型ロボットは鹿児島弁ではドラえもんって言いますね。で、この前のコンドライブレコーダー、コンはこのがコンになってるんです。このがコン、だいたい2文字は縮めるんでですね、だからまあディス、英語のディスはコンですね、はい、で英語のイット、それ損、損、はい、でザッとあれ、あれはアン、アン、はあ、へえ、あのお亡くなりになられた NBC の大先輩猪俣睦彦さんのね、はい、お話なんですけども、パン屋さんに行ってアンパンとアンパンとアンパンとアンパンをくれて言ったらアンパンが4つ来たっていう、ね、お話があるんですけれどもね。これ面白いんですよ。面白い。僕ちょっと技術が及ばなくてあれなんですけど、猪俣さんがですねステージでこのお話するとね、もう会場内がドッカーンって爆笑ですね。それはあたがなあ、アンパンとアンパンとアンパンとアンパンちゃうな、アンパンが4つ来ましたっていうですね、ちょっと俺の技術であれなんですけど、猪俣さんが言われると面白いですね。勘違いしちゃいますよね、アンパンって。そうそう、ね、あの鹿児島県内だったらまだあれですけど、うん、でも若い薩摩ギャル連合の皆さんはアンパンとか言わないですよね。どうですか、代わり、アンパンでわかりますか。アンパンはわかる、かる、なるほど。どうですか、ベゴマザさん。あ、じゃあアンパンって言ったらあのパンだっていうのはわかるわけですね。上友さんはどうですか。アンパン、アンパン、アンパンぐらいならわかるかもしれないです。アンパンだったらね、はい、アンパンマンだったらどうですか。パンマンだったらアンパンマンですよね。そうですね、アンパンマン、そうか、アンパンマンだったらアンパンマンですね、うん、はーひふへほーですね。はい、ではやってみましょう。ラジオの前の皆様もご一緒に、コンドライブレコーダーなまこててんがらもんじゃ、コンドライブレコーダーなまこててんがらもんじゃ。
ドライブレコーダーがちょっと違いましたね。コンドライブレコーダーなまこてテンガラモンじゃ。コンドライブレコーダーなまこてテンガラモンじゃ。そいじゃが。ちょっと違うけどそいじゃが。いいことにしましょう。はい。メリメリ600はアウタクの TikTok またポッドキャストでもご紹介していますので合わせてお楽しみください。以上メリメリ600でした。このコーナーはユピテルの提供でお送りしました。Very good!